今日は超初級、原稿を書くよりも前にまず応募する新人賞を決めましょう。そんな話をしていきます。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は超初級シリーズ、まあかなり早い段階にやるやつだな、超初級シリーズを話をしていきます。原稿を書くよりも前にまず応募する先の新人賞を決めましょう、そういうことです。よくあるのが書き上げてそれからどこに応募しようかなっていうケースなんだけど、これをやっていると必ず失敗するんだ。なぜかというと、デビュー前のアマチュアっていうのは書かなくても生活に困らないので、その書かなくなっちゃうんだよね、ということです。プロの小説、紙の小説を前提としてますが、プロの小説家に求められるものというのは、いつまでに何枚書いて、何を書いて、どのぐらいの水準で書くかっていうことが、プロの作家に求められるんだ。で、このうち水準はもうデビュー前の人にはわからないし、あとジャンルって実は意外とよくわからないですよ。本人は分かったつもりでも実際には何書いてるかわかんないってことよくあるのでね。ただ一つ言えるのは、いつまでに何枚書くかというのは応募先の新人賞を決めることでこれで決まってきます。つまり、例えば2025年1月の江戸川乱歩賞に応募するっていうふうに決めると、そうするとこの収録は今1月3日、2024年の1月3日に書いて、まあ、収録してますが、そうすると365日、もうちょいあるかな、ね、370日近くある。で、乱歩賞は350枚以上だったと記憶しているので、原稿用紙換算でね。そうすると2025年1月末の乱歩賞に応募すると決めたら、1日原稿を2枚書いて、毎日欠かさず書くというふうにすると、そうすると半年前に初稿が上がる。そしたらあとの半年、じゃあその初稿をチェックして、で、その登場人物のチェックだとかテーマだとか、それから追加の取材だとかをして、残り半年で第2項を上げて、そして遂行するっていうだけの余裕ができてくるよね。で、江戸川乱歩賞に応募するっていうことを、1年後の江戸川乱歩賞に応募するっていうふうに決めて、そうすると、ジャンルも決まってくるよね。ミステリーっていう、乱歩賞はミステリーの賞なので、じゃあミステリーに関わるものをなんか書こう。で、ミステリーって何っていうこと、それからそれに関わるその勉強だとか、そういったものが決まってくる。というふうです。で、やっぱね、出来が良かったら、とりあえず書いてみて出来が良かったら応募するってやり方をすると必ず失敗するんだよね。なぜかというと、出来が悪いからだよ。デビュー前の新人作家の作品というのは基本的に、特に、基本的に出来悪いです。当たり前です。そのデビュー前なんだから、
先に言っておくと、下手は恥じゃない。先にっていうか、もうしつこく言っているけれど、下手は恥じゃない。あなたの作品は下手だ。それは悪いことではないので、これから伸びていく人が下手なのは当たり前なので、どんな虎でも子供の頃は猫みたいなもんなんだから。鳥の王者であるワシやタカでさえ、卵のうちはカラスにつつかれて食われちまうんだからさ。だからデビュー前のあなたが下手で弱いのは当たり前なので、それは悪いこと、恥ずかしいことじゃない。で、それが分かった上で、じゃあどうやって言ったらいいかっていうことが、まず応募する、いつまでに応募する先を、新人賞を決めて、いつまでに何枚何文字書き上げる、どんなものを書くというのを決めていく。そして毎日コツコツ欠かさず書く、そういう習慣をつけるということがまず大事です。で、何をやるにしても、まずその応募する新人賞を決めようということが重要です。で、どういう基準で応募する新人賞を決めるのかっていうのは、また改めて話をしていきましょう。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オリエモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しい。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。